アルゴスです。コロナも明けて今では多くの人たちが外に出て飲み会やエンターテインメントを誰かと楽しく過ごしていると思います。さて今回はコミュニケーション能力の低下速度とその強化方法を再考したいと思います。人間社会で飯を食っていくためには一部の特殊な業界を除けば必ず誰かと話をして仕事を前に進めていくでしょう。つまりコミュニケーション能力は生存していく上で欠かすことのできない能力であることは周知の事実であると考えます。さてこの対人能力はどのように磨かれていくのでしょうか。書籍などでも多くのコツのようなものを紹介しており、座学もそのやり方の一つでしょう。しかしながら大きく早く効率的に磨くにはやはり場数が物を言うことは間違いありません。より多くより長く誰かとおしゃべりをしたり、できれば毎回同じ人ではなく異なる人同士で行えれば、様々な会話のパターンを相手によって使い分けることができ、より立ち回りのうまいコミュニケーション能力を取得することができるでしょう。飲み会などの交際関連はお金や労力を消費します。その一方で生きていく上で必要不可欠な能力を養ったり、そこで構築できた人脈は将来自分を助けてくれる可能性が大いにあります。最後になりますが、この対人関係能力は低下する速さが異常に速いということも見過ごせません。私の場合は3年間のコロナの環境、通勤手段が車、転勤先に知人が少ないということから大きくコミュニケーションする時間を減らしました。その結果として知らず知らずのうちにこの能力を著しく低下させていたことに最近になって気づかされました。全く会話ができないというわけではありませんが、一つのテーマから話を広げる技術や次のテーマに何がふさわしいかテンポよくつなげていく力が低レベルになっており、愕然としたことがありました。皆さんには一刻も早くこのことに注意をして有意義な人間社会生活を送ってほしいと思っています。それではまた明日ね。